第25話、オデッサの激戦。岡田敏夫先生が、マクベの一世時代の勝負について話しているよ。あのー、しかしですね、マクベはこの状況になってもですね、あの、頭脳で切り抜けをするんですね。 ま、ここら辺も,もう関ヶ原ですよね。<laughs> とりあえず、多数、あのー、多勢に無勢になっちゃったんだけど、あくまで策略でなんとか切り抜けようとしてですね、ピンチを逆転するためにとんでもないことを思いつきます。えー、この場面でですね、敵のレビル将軍に話しかけるんですよ。で、話しかけるのもそれもマイク持ってまず外にですね、ワン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 、こう反響音が聞こえてることからわかるように、まず自分の味方にも聞こえるように、巨大なスピーカーで敵に直に話しかけるんですね。 よくあの、韓国が北朝鮮に時々脅しでやってる、なんかあの、北朝鮮に向けてあの、スピーカーを置いて、で、それで韓国のですね、いろんなものを流したら北朝鮮に激怒するっていう事件が、まあ、10年ぐらい前にあったじゃないですか。あ,あれと同じ、超巨大スピーカーで敵に話しかけて、で、おまけに暗号スクランブルを一切かけてない、平のですね、電波ですね、電波無線でですね、直にレベルー勝負に問いかけるんですね。だから、あの、ブライトはですね、 えらいことだ。ジオンが核兵器を使うぞと知っちゃったのはなんでかというと、これ暗号じゃないからですよ。あの、マクベはですね、敵味方全員に聞こえるように放送やったんですよこれもう本当にマクベの一世一代の勝負です。えー、連邦軍兵士すべてに、あのですね、話しかけてしまったんですね。岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。